回転する円筒の周りで流体が流れている様子。円筒の背後の小さな渦の集団が交流領域を示す。流体力学において交流もしくは共流とは物体が流体中や水面近くなどを移動する際に流れにさらされた物体の風下に現れる流体が物体に引きずられて一緒に動く領域内視は物体が通過した後の痕跡である渦集団や 波といった流動のこと。一は境界層剥離を伴い流大界に働く感性と粘性のバランスによって生じる。鈍い物体では顕著である。一と二のいずれも乱流繊維を伴うことがある。また流速の低下を伴うことがある。物体表面に沿う流れが物体から剥がれ、そのまま閉じずに流れ去る場合には顕著な交流領域が形成される。 この領域の流体は物体に引きずられて移動し、さらに後方から流体を引き込むことになる。剥離した流れが物体の近くで合流して領域が閉じている場合は、交流と呼ばれないことがある。物体側にとっては流体を引っ張ることになるため、効力が生じる。この効力の規模は概ね交流領域に触れている。面積に依存する。強風が吹いている時に、 建物の風下だけ静かな場合それが交流領域である。領域の中は剥離した主流との摩擦により旋回流が生じ、物体表面上でで見ると後方から前方へ向かう逆流となっている。物体が周囲の流体に対して相対運動する際、物体の進行方向前側から後ろ側へ、物体の表面に沿って流動が生じる。 物体が通り過ぎた後には、物体と流体との摩擦や物体に押しのけられた痕跡が多数の渦として現れる。カルマムズ列この物体背後に生じる乱れも、交流という、主に物体後方の淀み点から生じる乱流となることもある。音速以下の流速を持つ外部流れの中に鈍い形の物体多くと大きく境界層剥離が起こり、 そのような物体の例には、アポロ宇宙船やオリオン宇宙船の効果、着陸用カプセルがある。この現象は、航空機の風洞試験でもしばしば発生する。またパラシュートでも重要であり、ラインが短すぎて、キャノピーを逆流領域の外に出すことができなれば、パラシュートは開かずに潰れてしまう可能性がある。交流の中へ展開されたパラシュートは、 同圧が不足するため、本来受ける、はずの効力が減少する。計算流体力学において、交流のモデル化がしばしば試みられる。非定常性や、乱流モデルとラージエディシミュレーションなどによる不確かさを避けられない。適用対象としては、多段ロケットの分離や、航空機からの喧嘩装備の分離などがある。空気中で円筒の交流に発生した、カルマン渦。 円筒の近くの空気にオイルミストを発生させることで流れを可視化したもの。ありがとうございます。